会津乗合自動車株式会社は、福島県会津若松市に本社を置く、バスタクシー会社、通称会津バス。バス事業では、会津地方を中心に、路線網を持つ。会津若松市、西会津町で、コミュニティバスの運行受託も行っている。2013年より、経営競争基盤参加事業者となっており、福島県内では中通りをエリアとする、福島交通に次いで2社目のみ、地乗りグループ入りとなる。八重の桜ラッピングバス、会津タクシー猪苗代営業所と同居していた、会津バス猪苗代営業所川口車庫2021年5月1日、現在。このエリアの路線は若松営業所の管轄。若松駅前、バスターミナル、若松駅構内バス乗り場米代、加藤千庫のエリアの路線は若松営業所の管轄。このエリアの路線は、及川線は若松営業所の管轄、北方営業所発着のものは北方営業所の管轄、坂下営業所発着のものは、坂下営業所の管轄、坂下、北方線は両営業所共管。若松駅前に乗り入れるものは、発着地の営業所と、若松営業所との共管。北方市町中循環線庫のエリアの路線は、郡山湖南営業所の管轄。現長谷川線は若松営業所との共管。このエリアの路線は、田島営業所の管轄。このエリアの路線は山口営業所の管轄。町中周遊バス、ハイカラ山西会津町民バス、レッツゴーシャトルいすゞがらみよ BDGRR7JJBJ 以下の各自治体からコミュニティバスの運行受託を行っている。会津若松市、コミュニティバス町中周遊バス、ハイカラ山、赤部、神奈川町、田園町住民、コミュニティバス、爽やか号西会津町民バス、山郡西会津町で、西会津町民バス、レッツゴーシャトルを受託運行している。夢街道会津号、仙台会津若松線、会津若松新潟線仙台空港福島、会津若松線。会津若松野沢線、会津若松大内宿東のへつり、季節運行会津若松、郡山成田空港線裏、磐梯、猪苗代東京線も山椒南会津町、町内周遊バス、田島市街地巡回バス、南会津郡南会津町で、2009年7月より、コミュニティバス、南会津町内周遊バス、田島中心市街地巡回バスを受託運行していたが、いずれも廃止されている。南会津町内周遊バス観光路線の性格が強いコミュニティバスで7月から10月の土日祝日運行。既存路線の運行がない時間帯に町内の4カ所を周遊する。2日間乗り降り自由のフリー乗車券も用意された。専用車両として小型車の日野、リエッセと中型車を使用。南会津山並博覧会の野菜ラッピングが施され、リエッセは赤色にトマト赤株のイラスト、中型車は緑色にアスパラガス、銀杏のイラストが描かれている。車両は会津バスがもともと保有していたもの。田島中心市街地巡回バス全停留場を記載。午前の右回り順。午後は逆回りの左回りとなる。田島地区の生活路線としてのコミュニティバス。東日本大震災の影響により2便が運休となる。そのまま2011年3月末をもって利用者が少ないことを理由に運行中予された。土日を含む毎日、午前3回、午後2回運行。運賃は100円均一。会津田島駅を起終点とする8の字型ループの経路で、町役場、病院、公共施設などを結び地域内を循環する。島村前停留所は、ファッションセンター島村田島店前。国道121号上の経路は、バス停留所のみで、乗降可。それ以外の区間はすべてフリー乗降区間となっていた。北会津地域巡回バス、ピカリン号加藤地域コミュニティバス、水鶴号日野、ポンチョ、加藤地域。コミュニティバス、水鶴号2009年4月1日、実証実験路線として、運行開始。本路線には運行開始当初から専用車両が割り当てられており、運行開始時の車両はノンステップバスのクセニッツシティ3で、後に車椅子スロープ板付きワンステップバスの日産ディーゼル RN に置き換えられた。クセニッツシティ3は緑色、日産ディーゼル RN は青色のひまわりくん専用塗装となっていた。また運賃も1回乗車210円の均一運賃が採用されていた。2011年10月1日会津若松市内の路線バス統合により、市内 1.2 コースが廃止され、同路線が経由していた地域を通るようルートが変更される。2017年4月1日会津若松市内の路線再編により運行休止となった。会津バスの車両は大半が日野自動車、いすゞ自動車、日産ディーゼル製である。三菱ふそう車は街中周遊バスに使用される三菱ふそう、ローザボンネットバスなど2012年以前はわずかであったが、2013年に初めて一般路線車と貸し切りバスが中古で高速バスにエアロエースが自社発注で導入されている。過去には2007年に関東バスからクセニッツ製の小型ノンステップバスシティ3が2台移籍し、1台が赤色の車体で赤べ、もう1台が緑色の車体で社会実験バス。病院循環バスひまわりくんに使用されていたが、2010年7月に前車が、2011年5月に後車が車両置き換えとなり、現在はクセニッツ製は在籍していない。2002年頃までに導入された路線バスは、大半が中型のトップドア車で、方向幕装備車のほとんどは現代では珍しい手巻き式を採用していた。一時期トルコン AT 車を積極的に導入していた時期がある。中古車は2003年に東武バスから導入したのを皮切りに、現在は首都圏を中心に幅広い事業者からの中古車両を導入している。交通バリアフリー法施行後に導入された車両は中扉を装備しているが、通常は前乗り前振りで、中扉は車椅子乗降時以外使用しない。公式サイトには、車椅子でご利用の方は、事前に若松営業所にご連絡ください。ベビーカーは折りたたんでご乗車くださいと記載がある。高速バスは、運行開始からしばらくはすべて貸切車の改造により充当していた。貸切転用車も、方向幕装備車のほとんどは手巻き式を採用していた。近年では、新車も導入され、夢街道会津号などを中心に運用されている。また、これら新車の一部には希望ナンバー制度により、福島ナンバーから会津ナンバーに交換したものもある。高速バス、貸切バスに JR バス、関東などの中古車も導入されている。高速バスの塗装は2018年より、道のりグループ傘下の岩手県北自動車、茨城交通、日立電鉄交通サービスなどとともに、共通デザイン、道のりエクスプレスカラーに切り替えを開始した。自社車両の乗り換えや中古車両の購入時に順次、変更されている。新デザインは、オレンジとシャンパンゴールドという組み合わせで、越後ときめき鉄道の観光列車、雪月花、土佐黒潮鉄道、中村駅や JR 枕崎駅のデザインを行うなど、公共交通のデザインに造形が深い建築家の川西康之のデザインが採用された。戦時統合の際、東武系の自動車会社も統合した関係で、今日まで東武鉄道とは浅からぬ関係が続いていた。その後も、根付を通じて、東武による資本関係があり、登記上の本社が東武鉄道本社と同じ場所にあった時期もある。そのため、かつては、会津乗合自動車を、広義の東武グループに含めることがあった。現在、フリーアナウンサーの大橋照子が、同社路線バスの車内放送用アナウンスを担当している。ありがとうございます。